カルロス・ラトゥフ,フ、カルロス・エイリケ・ラトゥフ,フで捜査は、ブラジルの政治風刺漫画家、リオデジャネーロで生まれた、レバノン系ブラジル人、ブッシュとシャロンをテロリストとして描画、ゲットーに閉じ込められたパレスチナ人、ナチスの軍服に身を包んだイスラエルが、多数のパレスチナ人を銃殺、隣でアンクル・サムが満足げに微笑んでいる。ラトフ,フは、多数の政治風刺漫画を描いているが、 特に、ブッシュ政権下のアメリカ合衆国と、現在のイスラエルに対して、極めて批判的な風刺画を多数描いている。彼の作品は新聞のみならず、インディペンデントメディアセンターのウェブサイトやブログなどに掲載されている。イスラエルやアメリカに、通列な批判を込めた、風刺画が世界で人気を得る一方、アメリカ人やユダヤ人の側には、ラトゥフ,フが、 反ユダヤ主義者であると非難する人も多いこれについてラトゥフはアメリカの週刊誌のインタビューで次のように述べている僕はユダヤ人やユダヤ教に焦点を当てているわけじゃないんだ僕の焦点は国家としてのイスラエルやアメリカの衛生国としてのイスラエル政府でありそしてパレスチナ人に対するイスラエルの持つポリシーなんだそれは パレスチナ人に圧勢を敷いているイスラエルのユダヤ人なんだ。僕を抽象する人たちは、僕の漫画の中でダビデの星が使われていることが、僕が反ユダヤ主義者である反論できない証明だと言っている。でも、イスラエル側が神聖で宗教的なモチーフを国家の象徴にしているなら、それは僕の誤りじゃないよ。ありがとうございます。